というわけでお世話になります、ゆうちゃんです。さあ本日の動画はですね、前回ラップタイムのインテークエフェクターというものを、エアクリーナーボックスの中に入れていたんですが、燃費が伸びなかったので、清瀬さんに相談したところ、エンジン側に取り付けるっていうことをやってみました。外した状態とエンジン側に取り付けた状態で燃費がどう変わるかなというところで、ビフォーアフターをしたんですけど、これが結構変わったんですね。で、今回はその後の今ガソリンタンクだいたい半分ぐらいですけど、初の給油となります。だいたいどれぐらいまで伸びるのかな、高速道路も少し使っているので、普段よりはいいかと思います。でその後にですね、実はこちら買いました。HKS の、エアフィルターですね。ノーマルからこちらに変えただけでどれぐらい変わるのか。でさらに、インテークエフェクターを入れてどうなるのか。さらにですね、実はインテークエフェクターまだ残りがちょっとあるので、これをこの中に入れて、でもう1枚今つけてるのを取り付けて、二重構造にする感じですね、にしたらもしかしたらもっと良くなるんじゃないかという今、お話が界隈で出てますので、そこまでできればいいなと思ってます。それではまずガソリンスタンドへ給油していきます。行ってみましょう。給油が終わりました。録画を開始します。マルチインフォメーションディスプレイでは 9.1 ですが、満タン法では 9.39 となっています。さあ今度は、一度インテークエフェクターを外してですね、ノーマルのフィルターだけでですね、よいしょ、走行をするというのをやります。そして HKS のものだけ入れ替えてどうなるか、そして、インテークエフェクターを1枚追加してどうなるか、で最後はさらにインテークエフェクターの残りを、追加でしてみてどうなるのかっていうのをやってみられないかなと思っています。まず、ノーマルフィルターのところまで戻したいと思います。はい、ということで、今インテークエフェクターがノーマルフィルターに装着されている状態なので外してしまいたいと思います。はい、これがインテークエフェクターですね。これが乗っかってましたのでこれを払います。で今これは、約2年2ヶ月ぐらい使ったノーマルフィルターです。ちょっとだけホコリもあるけど、そんな汚いっていうことでもないかとは思いますけど、これを使います。はい、これでもうセットは終わりです。じゃあこれで走っていきましょう。はい、それでは今ノーマルフィルターのみの状態ですね。で、前回ラップタイムの YouTube で上がっているルートを、同じところですね、走っていきたいと思います。で、前回のインマニアーズ
っていうのを教わりました。アイドリングと同じぐらいのインマニアスで走ると、燃費は一番いいよということでしたので、意識して走ってみたいとは思っています。ちなみになんですけど、OBD2 につないだ、レーダー探知機ですね、コムテック 903VS というのを私は使っているんですけれども、それで見る限りアイドリング時のインマニアスで相対圧っていうんですね、相対圧、マイナス 0.6×100kPa という数値で現れています。今マイナス 0.7 なんですね。大体これぐらいなんでしょう。で、前回、混雑してるルートというのと流れるルートっていうのを走ってみたので、今日は日にちが違うので、ちょっと状況は変わるかとは思いますが、同じようにですね、平均速度がどれぐらいなのかというのも、見ていきたいと思います。はい、というわけでローソンに到着しました。前回よりも今回道が空いてたんで、混雑してるルートのところでも、始動後平均車速 15km の時速で走れました。給油後平均燃費は 9.0 となっています。トリップ系では 7.3 となっています。この後、千葉港方面に走って、流れる道の方で試していきたいと思います。それでは、はい、間もなくガソリンスタンドというところまで帰ってきました。始動後平均速度が 38km となっております。車の方の給油後平均燃費はなんと 13.6、 ドノーマルの状態なんですね。ちょっとこれから、ガソリンを入れて HKS の、フィルターにですね、交換をしてみたいと思います。それではガソリンスタンドに行きます。はい、というわけでノーマルで、ずっと今走ってみました。今度はですね、新品の HKS の、フィルターに変えて走っていきたいと思います。じゃあまず交換します。はい、じゃあつけていきます。でも本当に乗ってるだけ。はい、簡単でした。ではこれで今度、同じコースをまた走っていきたいと思います。はい、それではですね、 HKS のフィルターに変えて同じルートを走行してみたいと思います。残念ながら、車の方の給油後平均燃費というのは、先ほどのほんのちょっとのガソリン量ではやはりリセットがかからないようです。満タン砲の計量で燃費はデータとして取っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、ローソンまでやってきました。 HKS フィルター 7.3km ですね。ここまで、平均速度が 17km となっております。はい、HKS フィルターに変えてローソンを出発いたします。ここからは多分また、スイスイと流れる道になると思います。トリップインフォメーションも、始動後平均速度が0に戻って、ここからまたスタートとなっております。次に会う時はまたガソリンスタンドです。よろしくお願いします。はい、間もなくガソリンスタンドです。始動後平均車速がさっき37キロだったんですけど、今回42キロとちょっとペースが速かったですね。
距離が 26.1 とちょっとなぜか短いです。で、給油後平均燃費は、リセットされてませんでしたけど 14.1 になってるんで伸びてる感じですね。さあどうなるでしょうか。はい、今度はですね HKS の、エアクリーナーフィルターにこの、ラップタイムのインテークエフェクターを追加していきたいと思います。エンジン側のところに、乗っけますがこれは自己責任となります。よく形状など確認してはい、入りました。それでは行ってきます。はい、今度はですね、HKS の、こちらのフィルターにさらにラップタイムのインテークエフェクターを追加したもので走ってみたいと思います。それでは行っていきます。はい、今ですね、HKS フィルターにラップタイムのインテークエフェクターをつけた状態で、渋滞区間を走ってローソンに着きました。始動後平均車速はちょっと混んでたんで16キロまで落ちたというところです。ではまた休憩して、流れる千葉港方面ですね走ってみたいと思います。はい、間もなくガソリンスタンドです。HKS のエアフィルターにラップタイムのインテークエフェクターを、つけている状態です。これで今からガソリンスタンドに行って給油をしてみたいと思います。はい、こちらが HKS のフィルターですね。最後の、形態となります。このフィルターを一回バラしてインテークエフェクターの残りですね、これをつけていきたいと思います。そしてさらにインテークエフェクターを上に乗せて二重使いという形ですね、これをやっていきたいと思います。それでは製作していきます。はい、というわけで、HKS のフィルターにインテークエフェクターの残りですね、これをタイラップで、内側の方に止めてます。まあ、エンジン側ではあるんですけど、飛ばされないように万が一吸い込まれないようにしています。それをセットして、でさらにインテークエフェクターをそして固定ですね。はい、止まりました。さあこれで最後の、走行行ってみたいと思います。では、はい、それではですね、HKS のこちらのスーパーエアフィルター、こちらにラップタイムのインテークエフェクターを1枚つけて、さらに、追加で余った部分を、切り貼りして、こちらの
HKS のフィルターの中に仕込んだ、2枚重ね状態っていうんですかね、その状態で走ってみたいと思います。ただちょっとね、もう4時45分で、渋滞の時間になってるんで、期待できないかなっていうのもちょっとあるんですけど、燃費を追っかけてみたいと思います。でははい、ローソンに着きました。 HKS フィルターに、ラップタイムのインテークエフェクターをつけて、さらに、HKS フィルターの中にですね、余ったインテークエフェクターを、組み込んで、まあ、二重状態にした感じです。始動後平均車速が15キロとなっております。ここから先は、千葉港方面空いてるといいなと思います。平均車速が、まあ、40キロぐらいまでうまく上がってくれればいいなと思ってますが、ちょっと厳しいかもしれないです。こうご期待。はい、これからローソン出発します。今5時16分です。頑張ります最後。はい、HKS のフィルターと、ラップタイムのインテークエフェクターの、2枚重ね状態ですね、走ってきたのでガソリンを入れたいと思います。いるかな。はい、ですね、HKS のフィルターに、ラップタイムのインテークエフェクター2枚重ね状態っていうのがちょっと特別かなっていう感じがします。まずアクセルを最初に踏んだ瞬間に軽いんですね。車重がなんか1、2人分ぐらい減ったかなっていうぐらい軽い気がしました。でもちろんその後、ある程度踏み込んでも軽いんですけど、アクセルを離した時に、減速がしないで滑走っていうの、がすごい長く続きます。結果的に多分それで、燃費が伸びるんだと思います。乗り心地自体まで変わってしまいましたので、ちょっとびっくりしました。という感じで私は車に関する動画を上げていますので、よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた皆さん次に会う日まで、バイなら。じゃんけんぽい。私は今日はグーを出しました。皆さん私に勝ちましたか？